おお、でかいでかいでかい、ほら。うわぁ、取り返しなんだ。すやぁー、これをかけられてる。こんにちは、あるいはこんばんは。You and クッキングクッキング本日ね、私が5月の28日ですね、イタ君と、はい、罰ゲームに、あ、いやいや、あ、間違えた、間違えた、青物ジギングに行ってまいりまして、まあ散々な目にあってね、散々です、はい、というような気持ちにさせられる釣りをやってまいりましたということで、本日の食材はこちら、デデン、あれなんで持ってないの、ドドということでね、稲田ですね、まあ、ブリの幼魚ですね、はい、ワカシ、稲田、はい、ワラサ、ブリと出世をですね、我々も出世していこうということで、はい、まずは謙虚に稲田から、稲田から関西だとね、ハマチって言うんですよ、あ、いいですね、ハマチメジナブリって言うんですよ、ということで俺からこいつをさばいていくということなんですけど、今日のメニューを教えてもらっていいですか。ユッケ、ブリユッケ、ブリユッケとお刺身ですね。で、まあ炙っても見ようかなっていう。ああ、そうですね、炙りも、まあ念のためアニサキス怖いんで、はいはい、薄めメニュー、薄めに来ていくということで、じゃあ特設キッチンの方に行ってもらって、はい、まずは何から。まずはブロックから。お、凍ってますか。凍ってます。まあ、ご家庭でさばくにはちょうどいいぐらいのデカさですね。そうですね、ちょうどいいですね。我々狙って釣ったんでね。狙いましたか。やっぱさばきやすい方がいいと思うんで。あ、切るよね。あ、切れますね、結構。これはいつもの箱掘りするの嫌なんで、はいはいはい、バーンとかダメです。あ、優しくね、優しく、優しさだ、そうそう、ね、こうやって折ってね、切って、はいはいはい、洗うんですよね、これね。あ、もう真っ黒、ほら、イタ君の腹の中で一緒、一緒、一緒、一緒。あ、これいいですね。うん、丁寧だ、丁寧で、鱗チェックしてます、鱗チェック。油すごい乗ってる、これ。あー、すごいですね、すごい、これ油ピンク。それを切るときどんな気持ちで切るんですか。あ、これですか。うん、他に誰かいますこれ切るときは、うん、ちぎってますか。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 ちょっとね、行った時期早かったんだよね。ああ、もうちょっとあったんですか。千葉ですごい地震がずっとあって、あったらしくて。ああ、はいはいはい。そうすれば坂も落ちたないじゃないですか。そうそうそう。なんかあったら、なんか。大地震とかね、台風のよく食ってるけど。おお。てってれー。きれいに切れたね。いい感じです。すごい油乗ってる、包丁がすごい、すごいっすよ、これうまいよ、うまいっす、ちょうだいって感じ。薄作りの老いたって言われてるから。よし、え、そんなムカつく顔でした。あ、さすがに。はい、じゃあちょっとこれ冷蔵庫に。これが、ユッケです。ユッケですね。まあ薄く切ってから、あんま綺麗にやらなくてもいいんで、まあ、ベベッと塩打ってあれ、塩打って、じゃあ肘に当てないと、やっぱ塩は顔隠れちゃってる、顔隠れちゃってる全部腕にかかる。これでキッチンペーパーくるんで、くるんでいきましょう。体液を絞り出します。あのタレの味が入りやすいようにね。よし、 OK。 まずはおろしにんにく1本入れます。
嘘です。ブリリアントグリーン多めがいい。やっぱりそれなニンニク、そうニンニク、まあ程よく、程よく、ただバニちゃんね。なんてこれをあんまり入れすぎたら死ぬんで。そうっすね、まあ、だから美味しく食べたいから、はい、これをブリリッと。もっちすごい無です、ね、そうです、今心を失ってるこれで適当に固めてみて。では黄金の味、ズデン。ズデンじゃない、かっこいい、そう、はい、これかっこいい、はい、これ入れます、はい、もうかな、一人ぐらい、もうちょっとか、もうちょっと、もうまそうですね、もううまいよこれ、うん、これもね、もったいぶってもしょうがない。これで空気をちょっと抜いてね、少し抜きまして、これ中出てきちゃったから、あ、そうね、チョコボールやるんですよチョコボールちょっとよく揉んで、もううまいね、もううまい、こんな感じで、ちょっと一旦冷やすって感じですね。これを一回混ぜますね、はい、これだけ持ってください。いいですか、はい、こういうのかけるときなんていうか知ってる？知らない。美味しくなーれや。美味しくなーれ。何？ちょ合ってます。大丈夫。合ってんのかな？大丈夫か。で、ちょっとごま油とかもらっていい？適量入れます。お前グーグー鳴らすなよ。こんな感じだ。これで、あと白ごま取ってもらっていいですか？いい匂いです、ね、これやばいぞ、これはやばい、ちょくちょいちゃおうか、お願いします。あ、そう、あ、す、あ、うん、すごいすごい、ほら、ほら、もう何かわかんないできましたね、でもこれね、できました、これうまいよ、舐めてるけど、舐めてんだろお前、舐めてる、舐めてます、お前ほんと一切れしかあげないから、ね、そんなはずないそんなはずないパッと見あれだね、全く美味しそうじゃないほーら来た、これここからあれは背中なんでね、そうですね、うん、そしてこれがユッケ、これめっちゃいい匂いするね、いいですね、いい、そしてこれがイタくんのお飲み物白身です。じゃあ食べてみよう、食べてみましょう、いただきます。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 油一番乗ってないんで、これからちょっと食べようかな、じゃあ。命に感謝。いただきます。いただきます。いただきます。命に感謝してねえぞ、あいつ。うまい。うまい。うん。うん。油がすごいね。乗ってるね。乗ってるね。わさび入れすぎた、これも感謝だけど油乗ってない方、ちょっと乗ってない方、じゃあ今度ちょっとハラミの乗ってる方を取ってみようか、あー全然違う、あ、うまい、甘い甘い、うん、大根もありましたもん、うん、この分油ありますね、うん、ありがとう、アクシーまたっまあ、自分家の分さえも足りないぐらいしか釣れなかったもんね、本当ですよ、なんでこちらに振る舞わなきゃいけないんだって思ったもんだってこれいってみます、大根、はい、これもタレたっぷりつけて、これはあの背中側ですね、油乗ってない側、どれどれ、あ、もううまいわめちゃくちゃうまい、まあ、うまいですね、あ、うまい、これはうまっ、刺身買ってこれ合うもんとか合う、うん、うん、これはうまいですね、これやんな、残りのでやんな、これ食べちゃおうぜ、炙るですか、いい、これやばくない、はい、うまいです、全然ご飯噛んないです、いやお前が全部のおかずを使うならか噛んないだろうけど、ネギがあったらよかったね、あ、もっともっと美味しかったね、
ユッケは多分ね、これヒカキンさんが作り方やってるのを嫁がうちで一回やって、あ、そうなんですね。で、それでって言って、俺が今何もレシピを知らないままやりました。なんでもないそうです、これはね。うん、これね、実は白身魚でも美味しいのよ。あー、絶対美味しい。タイとか、そうそうそう、いやー、なかったっす。あと、お前んだよ、みんなお前待ってる。あ、すぐ行きます。うん、またこれ、またこれ。わさびつけたじゃん。そうよし。足りんのそれで。美味しく食べて、美味しく。美味しく食べて、本当に。やめて。命に感謝してる。どうすか。うーん。急にさっきまですごい黙食状態だったの。急にうまくなったね。はい、ということで、うん、ね、ユッケは、まあ、焼き肉タレ売ってんだったら何でもいいんですよ、うん、に、まあ、ニンニク、まあ、塩打ちしてね、青物系の魚とかお刺身もしかって言ってやるなら、はいはい、塩打って体液を一回ちょっと軽く抜いて、で、ああいうジップロックみたいなのに入れて、ニンニク、豆板醤でちょっと揉んで、焼き肉タレ突っ込んで、で、ごま油とごま。で、本当はね、こう皿に盛って黄身をぼちょっと落とすの。で、その上から、ね、あの刻んだネギパッとかけた方が美味しそうに見えます、はいはい、ということなんで、ぜひ皆さんもやってくださいって感じですね。そんなにめっちゃグーグーなってなんか食わせろ状態で、全然大丈夫ですか。次回もお楽しみに。なんか料理長から一言あればな。一言、うん、命に感じ。ダメだよ、人のレッドとかありますか。まあ、もう全然足りないんでちゃんと釣ってきていただきたい。今回は我々の敗北なんで。そうですね、大きいからすごい大量なのかもしれない。全然出るな、うん、俺ら本当にもうだってもうカビ生えてたの、動かなすぎて、もう刺繍ガンガン出してて、なんかあのね、後半の1時間ぐらいで伊田くんがわけのわかんない動きをしてることにやっと気づいたんです。そうだから、あのもう知ってると思ってたから、うん、ワンピッチワンジャックっつって、これジャックワンピッチ、だからこういう動きをする、うん、そこの巻くのと一緒に竿が上がるからルアーがピンって跳ねるんだけど、伊田くんがこうやってやったと思ったらキュッキュッキュッ、みたいな顔してる。何してんだお前っつって。シーバスやってたから知ってるはずなのに、知らないみたいな顔して。おかしい。怒ってんの。だからもう脇をこう固定して竿でこうやって回せっつって。そしたら途端に釣ったもんね。もう全然速攻全部。そのなんかパターンがハマれば絶対釣れる。そう。まあ、掴んでないんですけどね、パターン。ということでね。苦行してきたんで。今度こそタイで。タイでまだやってないでしょ。そうです。タイ。ああ、やってないんだ。やってないでしょ。メバルですか。なんで次はタイでやりましょうってことです。よろしいですか。はい。ご視聴ありがとうございました。